皆様こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの小田切弘でございます。今日ご紹介させていただくテクニックはアラフォーのトレンドメイクのご紹介でございます。トレンドメイクといっても30代や20代と同じメイクをしてしまうとなんとなく痛いなんて雰囲気ありませんか？そんな雰囲気を払拭する秋のトレンドメイクのご紹介をさせていただきます。アラフォーのトレンドメイクというとただの流行りではなく、エイジングサインをフォローしながら、なんだかあの人美人だよねっていうような雰囲気を引き出すメイクになりますので、楽しみにしていてください。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。アラフォーのトレンドメイクというと、どうしても20代30代と一緒だったりすると媚びた感じ、痛かったりするじゃない。非常に。そうなの。なのでアラフォーならではのトレンドメイクの引き出し方のご紹介をします。かといってトレンド色というのがあるので、そのトレンド色はうまく取り入れていただいて OK なわけ。それはね、20代30代40代50代60代70代どんな方でも同じして OK なの。そうなのよ。なので今期の秋のトレンドっていうのは、前にもご紹介したかもしれないんですけれども、もう今どの雑誌でももう僕が紹介している色というのが、こちらのエスポワールというブランドのこの黄身系のカラーを使う。かわいい。いいでしょう。この黄身のマットとこのグリッターを使う。あ、質感違い。そうで、40代にこんなマットとギラギラ OK なのって思うじゃない。アラフォーこそこのレイヤードなの。そうなんだ。そう、でもこういうキラつかせちゃって大丈夫？大丈夫よ。だけどね、このきらめきをね、全体的にのせるとこだ作なの。こだ作、一気におばさんで。だいたいさ、なんかアラフォーになってくると程よいツヤっぽいものをまぶたに広げてなんて人多いじゃない。あ、はい。それだけもう時代遅れだから、あの逆にね、すごく古く見えて、それこださいから気をつけて。気をつけて。そうよ。今期のトレンド、そしてこれからのアラフォーのアイメイクというのは、こういったマットの質感にグリッターを程よくジュエリーのようにのせるというのが本当なの。で、やっぱりアラフォーっていうのはジュエリーをうまく使いこなさないと、どうしてもなんか顔が映えないじゃない。映えない。そう、もう頼っちゃう。でしょ。だってちょっとした一粒のダイヤモンドや、こういうパール、ゴールドっていうのが顔を華やがせてくれる、華やぐそのアクセサリーをまぶたにも仕込むわけ。なるほど。そう、そのためには広げちゃいけないの。広げた時点で The End ということで、じゃあ今日はまずこのマスタードカラーをのせていきます、はい、まずね、マットなのがポイントなのよ。そうなんだ。そう、このマットなカラーをまずこのまぶた全体にね、トントントンってこうやって置きながらのせていきます。まぶた全体結構広範囲に広げる。そうそうそう、こういう感じ、滑らせたりトントントン置いたりを繰り返します。マットのアイシャドウはやはりこうムラになりやすいですので、トン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 置いたらスッスッ滑らせるっていうのがポイントで、この時点でうまくのせれなくても OK です。ここからこういったあのブレンドするためのブラシを、このフェイスパウダーを、あ、そうなんだ。そう、フェイスパウダーをつけてこの上にブレンドします。くるくるくるっと、こうしていただくと、このね、プレストパウダーの透明感と皮脂吸着力がこのアイシャドウと混ざっていい感じに持ちが良くなるのと、あ、じゃあまぶたにたまらなくなるの。そうなの。奥行き感が出ます。なぜいい感じになるかというと、アラフォーというのはまぶたがくすんでるだよね、うん、でそのくすみはフォローせずに生かすわけ。なるほど。でそのためにはこのくすみに近いマスタードイエローをのせるっていうのがポイントなわけ。だからいい感じだもん。なんか全然浮いてる感じとかない。そうなのよ。で、まぶたの下も同じ色をのせていきます。中央から行ったり来たりをこういう感じで繰り返していただいて、でこうしたらまたブレストパウダー、あ、またお出まし。そう、こうやってつけていただいたら、このアイシャドウの上にこうやって被せていくわ。そうすると目の下も崩れにくくなる。でしょ、うん、そうなの。目の下ってやっぱり崩れやすい、うん、けれど綺麗なアイシャドウをキープさせたい、うん、そういった時はベースにプレスパウダーを仕込むっていうのも一つの手段なんですが、うん、アイシャドウの上からこうやって重ねるっていうのがポイントなの、うん、上からって本当初めて聞いたか。そう、こういう感じで、そうするとふわっと綺麗なグラデーションになります。
で、ここから、やっぱりね、このジュエリーのようなグリッターを乗せたいんですが、やっぱり目元大きく見せなかったりするじゃない。やっぱり目がなんかこう、おとなしかったりとか、目がなんかこう、寂しい方、小さい方いると思うんですけれども、そういった方は、こちらのブラウン系のカラー、マスタードブラウンというのもなんていうのわかんないわ。まずこの色を乗せればいいと。はい。アイラインブラシをこうやって乗せていきますね。そうなの。これを、本当に二重ラインにこういう感じで、グラデーションにしないっていうのがポイントです。これはグラデーションにしないで、ラインで感じていっちゃう。そうそうそう、ほんと締めるぐらいの感じ、こういう感じで、ほい。で、ここからポイントですよ、はい、こういうね、グリッター、ラメラメっていうのをなんとなくほら、データにふわっと乗せちゃったりするじゃん。パパパパパパって言っちゃう。絶対それおばさんのやり方よ。つらい。そうなの。こなれっていうワード流行ったじゃない。こなれ感はサササパタパっていう感じが流行ってたと思うんですけれども、それいつの時代やった話。それがこなれてるなんて思ってる方、早くアップデートしていただきたいんですね。やばい、追いつけない。そうなの。追いついて、ここでお伝えしますので。ここで追いつく。で、ここでこのグリッターを今度は小指の先で乗せていきます。こうやって取りますね。メイクで小指使ったことない。本当。こうして目の玉の中央にトントントンしますか。広げないのがポイント。本当に本当に一部だけに広げられてる感じ。もう黒目のまず上、広げずにトントントンって乗せていきます。まずこの状態で瞬きするたびに、あ、分かる、本当に一部分なんだ。一部分だけでいいの。伸ばし忘れてるじゃなくて、これがおしゃれなんだ。これがおしゃれ。あのラメは伸ばさないっていうのがポイントなので、本当。だってイヤリングとかピアスとかのさ、ジュエリーのようにその部分に光が存在してるっていうのを見せるわけですよ。なるほど。でもめっちゃ可愛いかも。可愛いな、しかもあれなんで、まぶたのギリギリまでじゃなくて、本当にこの中央に、中央に浮かせるの。あの際には乗せないっていうのもポイントです。ポイントなんだ。でも、ジュエリーは一つじゃ物足りないじゃん。いっぱいつけた。そうなの。そんな欲張り女子におすすめなポイントっていうのが、こちらまた同じカラーを混ぜちゃうわ。ゴールドとシルバーをミックスしたものを、これを目頭をトントントンと、本当にちょっとだけ、ね、はい、こういう感じ。可愛くない？パーティーに向けそう。そうなの、かわいい。で、ここで例えば乗せすぎちゃったなっていう場合は、ちょっと綿棒でトントントンとこうやるんです。万能さんですよね。そうなの。ツヤの出るシャドウ全体に広げると本当におばさんなの今って。なので、こういうちょっとジュエリー感覚でラメをコントロールできる女っていうのが人生を謳歌できる女になりますので。今日でなっちゃった。すごいよ、覚えといて。覚えとく。じゃあ続きましては、はい、マスカラですよ、はい、そう、せっかくねジュエリーをまとったアイメイクなのに、ここでバチッと黒は NG なわけ。なので、本当に肌の一部として捉えていただきたいまつげなので、こちら、クリオムブラウンマスカラ。ブラウンなので、本当にね、肌に溶け込んでくれるっていうものなので、これビューラーで上げずに、もうそのままこのマスカラだけで上げていきます。本当にもう、じゃあナチュラルに仕上げる感じ。そう。主役はこのグリッター。そうよ。アイメイクの中でもちゃんと主役を決めなければいけないの。確かに。まつげが主役なのか、アイラインが主役なのか、アイシャドウが主役なのかによって、そのつけ方だったりとか、強さっていうのが変わってくるので、今日は、そう、このグリッターが主役。ビューラーをしない方が結構今っぽかったりするので、あの、逆さまつげで下がってる方は根元から上げていただいた方がいいんだけど、ふじくちゃんみたいに普通に下に生えてる人は、本当にこういったマスカラだけでちゃんと綺麗に上げることができるので、あの、これぐらいがね、ちょうどいいわけ。で、それでもまず物足りないっていう方は、塗った後にホットビューラーでちょっと整えるわけ。本当にほんのり。そう。ホットビューラーでこうやってね、最後整えてあげると、先細りの綺麗なまつげに仕上げることができるので、やっぱりアラフォーは欲しがり顔に見せちゃいけないわけ。いけないと思う。そうよ、欲しがっていいのはやっぱり20代まで。そうなの、それが可愛かったりするじゃない。ねえ、本当にこれから結婚、彼氏、お仕事、いろいろ欲しい時期ですので、その時は欲しがり顔で OK なんですが、こうアラフォーにもなれば欲しがりはある程度こう控えめにしておかないと。確かに、どっちかといったらもう捨てていきたい、いろんなもの。そうなの、削いでいくってことが大切なわけ。でも、削ぎすぎるとげっそりしちゃう。だからジュエリーのようにグリッターをまとわせるっていうのがポイントになります。勉強になります。そうよ。
そして次に眉毛です。はい、で眉毛はまあもともと藤子ちゃんはちょっとお色が、入っているんですけれども、ここでアイブロウパウダーで眉毛をしっかり描いてしまうと、もうジュエリーをまとったアイメイクだからケバく見えちゃうわけ。なのでここで使うのはこちらのボビーブラウンのアイブロウペンシル。このペンシルとっても柔らかいので本当にちょっと出すだけで一本一本こう毛が生えたみたいな感じで描くことができる。すごい、本当だ。しかもいい塩梅の薄付き感。そうなの、でこれを藤子ちゃんの毛のない部分に少しずつ仕込んでいきます。こういう感じで毛の方向をしっかりとこの毛に沿ってこう描いてあげるっていうのがポイントです。でこういう感じでちょっとずつこうやって色を入れていきながら、眉頭の部分上にこうやって生えているので、上に生えている方向に毛をプラスしていきます。もうね、今眉毛というのは塗ったっていう感じで見せちゃいけないんですよ。こうやってもう元々毛が生えてますよっていうような雰囲気に見せるっていうのがポイントなのと、アラフォーってさ、どうしてもやっぱ安室ちゃんブームがあったから眉毛なかったりするじゃん。ない人が多いかも。そうで、眉毛がない人は塗りつぶしちゃう癖があると思うんですが、一本一本描くっていうことが大事。もうアラフォーはシンプルにやりすぎると本当に一気に逆に老け込んでしまいますので、アラフォーこそちゃんと仕込むっていうことが大事。じゃあ今ペンシルで一本一本描いたけれども、やっぱり眉毛っていうのは濃いのがトレンドだったじゃん。うん、でも今日はジュエリーのような目を際立たせるために太く描いた眉毛が際立ってしまうとトゥーマッチになるので、アイブロウはちょっとだけ当たりします。はい、でそこでまた優秀なの皆さんご存知ですよね。これまた名品よ。そうデジャブでね、これは本当に働く女子、そしてメイクがなかなかうまくできないっていう女子にとってもおすすめなマスカラで、どう頑張ってもダマにならない。逆に。そう、ダマにできないマスカラで、溶かすだけで綺麗についちゃう。こういう感じで、溶かすだけで OK。昔のマイマスカラってなんか戻しちゃう、こうやってって繰り返したりとかしてじゃん。あのテクニックはもう本当にお風呂なテクニック。お風呂なんだもん。そう、もういらないテクニック。こんな感じで眉毛を若干だけちょっと明るくするとこのジュエリー感がいい感じになるわけ。次チークです。はい、でもチークというと皆さん血色と思ったりするじゃない。血色を入れるためのチークはいらないの今日は。ああ、そうなんだ。そう、なぜならば目元にジュエリーがあるから、ジュエリープラス血色プラスなんか他に色なんて持ってくると欲張り顔に見える。そうで、顔の中のポイントっていうのは必ず1ポイントにするっていうのがポイントなので、本当にそのジュエリーって決めたらジュエリー以外はとにかく抜くっていうのがポイント、うん、けれどもやっぱりアラフォーにはいろんなフォローをしなければいけないでそのフォローをチークでちょっとしていくんですけれども、そのチークがねこちらローラメルシェのこのパレットよ。万能よこれ。超万能なの。超名品。そうなの、これさえ持っとけばどんな顔にも作れちゃうっていう、ね、本当これだけでいいもん、うん、そうなの。もう中にはハイライトだったりとかちょっと濃いめの血色ピンクだったりとか、こうベージュ系のカラー、血色を与えながらもちょっと骨格矯正できる影も作れるっていうね。そっち系よ。でまずチークブラシに取っていただいて、はい、今日使うのはまずこの2色を混ぜます。へー、2色を混ぜたものを手の甲で一度トントンやっていただいたら、はい、顔の中心には入れません。もう中心というのはもうジュエリー感のアイメイクが目立っててほしいので、チークというのはこの目尻よりも外側のところにトン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 とちょっと骨格を矯正するような感じでトントン入れていきます。外に軽く丸なの。あ、だってもう左右差が全然。そうなの、顔は引き締まってるの分かります。骨格矯正って言ってなんかシャープに入れたがるじゃん。あ、うん、シャープに出るとシャープ顔になるんだけど、シャープイコールフル顔になるわけ。シャープに見せたいけど丸く入れる。このツイークボーンって言われるこのトップの高いところと、はい、この下に出るこの影の部分に丸く入れるわけ。こうやって。そうすると血色がプラスされながらも、これはローライト効果のある、血色ピンクになりますので、うん、外側に出るだけでこうやって引き締まった顔に見えるんですね。次はリップメイクに。リップって言うと皆さんやっぱりこう潤わせたいだったりとか、ツヤっぽく見せたいとか、ボリューミーに見せたいと思うじゃない。思います。思っても入れちゃいけないわけ。なぜならばまたお話戻りますけれども、ジュエリーのようなグリッターを目元にプラスしていることによって、うん、唇もやっぱり静かにさせるわけ。なるほど。でそこで使うのがこちらの NARS のマットリップ。これね、リキッドのマットリップ。そっち系なんだ。そう、めっちゃシャレ色。
シャレ色じゃない。これをね、今乗せていくんですけど、今リップクリームついてるじゃない、うん、このリップクリームの上から乗せるとただのツヤリップになってしまうのと、ツヤツヤっていうことで、これまたちょっと欲しがり顔に見えちゃうんですね。なのでティッシュを使ってまずこのリップクリーム表層だけを取っていきます。こういう感じ、はい。で、唇を落ち着かせてからこのマットリップを乗せていきます。たくさん乗せるとちゃんと色出るんですけれども、これ薄く乗せていただくとほのかなブラウンカラーになってくれるので、とってもおしゃれた印象になります。唇で、これをちょっと指とかでちょんちょんちょんってこうやってやっていただいて、マットリップなんですけれども縁取らないというのがポイント。マットって言ってみんななんか結構しっかり縁取っちゃったりとかする場合多いじゃないけど、こういったマットリップをぼかすリップメイクっていうのがまた洒落た印象に見えますので、アラフォーって言うと大体マットリップは縁取りますみたいな人多いじゃない。それイコールやっぱりおばちゃまよ。そうなの。40代っていうのはね、まずおばちゃまじゃないっていう認識を持っていただきたいのが、あの40代イコールおばちゃまと思われたのは20年前まで。20年以降はもう40代はまだフレッシュなんですよ。そう、フレッシュ、全然フレッシュよ。申し訳ないけどひよこよ、まだ。あ、それそう、まだ人生にとってひよこだから。人生のひよこちゃん。おばちゃんっていうのは世の中に存在しないの、本当は。そうなんだ。けどおばちゃんと思い込んでるのはあなただけなの。おばちゃんっていう概念がなければいいの。そっかそっか。そうなの、覚えておいて。私はおばちゃんじゃない。そうよ。完成しました。藤子ちゃん見てください。もう、洒落てる。でしょう。やっぱりね、洒落てるアラフォー女子のメイクっていうのは、控えめなだけじゃダメなの。40代はまだひよこって言ったじゃない。まだこれから、どん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 素敵になるステップの途中ですので、こういうね、ちょっと攻め感のあるできる女風を演じるっていうのも大切だわけ。勇気が出る。そうなのよ。だけれど40代っていうのは現実的にやはりこう、エイジングサインが出てくるので、そういったエイジングサインはフォローしながらも、20代、30代にはない魅力を引き出しながらトレンド感を取り入れながら若干の攻め感っていうのが必要なの。テクニックが必要ね。そうよ。もうね、40代の概念っていうところで、40代だからもっと控えめに上品だけでいいなんて思ってる方は、即座におばさんってレッテルが貼られちゃうの。そうならないための今日のメイク動画になりますので、皆様も全部は真似しなくていいので、1パーツだけでも真似していただくことによって、こなれ感、素敵な40代アラフォーのメイクになりますので、ぜひ試していただけたら嬉しいです。勉強になりました。ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただいたアラフォーのトレンドメイク、ちょっとしたメイクのやり方、そしてちょっとした色のセレクト、質感のセレクトをしていただくだけで、見違えるほどの美人に仕上げることができますので、もう明日から試していただきたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方は、こちらのいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下のコメント欄にたくさんいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画も素晴らしいテクニックご紹介しておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。